キンプリヘイヤー仕様で516倍、15万個へ。ジーン1江戸川大賞、優勝は前田翔太。こんにちは、ボートレースファンの皆さん。1月31日、ボートレース江戸川が熱気に包まれ、ジーン1江戸川大賞の優勝戦が待ちに待った瞬間を迎えました。今回の大会では、キンプリヘイヤー仕様氏が船剣の世界でも注目の敵となりました。 それだけでなく、前田翔太選手の圧倒的な走りも、この日の船見解に大きな衝撃を与えました。レース本番、内から1-2-3がスロースイキ、4-5-6がダッシュスイキの枠なり侵入体系となりました。 1> 第1ターンマークで4コースの石渡哲平選手の差し込みが決まったかに見えましたが、バックストレッチで伸ばしてきた前田選手が第2ターンマーク過ぎで逆転し、V ゴールを駆け抜けました。2着には石渡選手、3着には山口達也選手が入り、3年間243飛行流274ピリオド3倍の2万船券決着となりました。 表彰式のインタビューで前田選手は、ありがとうございます。必死でした。なんか、夢のようで、と述べ、しっかり確信を持ったスタート行こうと思って行きました。いい旋回ができたかなと思います。ただ、2周目の2コーナーで迷惑をかけたので反省しています。と続け、毎年グランプリを目指して走っているんですけど、いいスタートが切れてよかったです。 このモチベーションを保ったまま突っ走りたいと思います。と意気込み、気を引き締め直して精一杯、今年走り抜きます。応援よろしくお願いします。と締めくくりました。前田選手は2021年の福岡チャンピオンカップ以来の G1 優勝を果たし、その実力と意気込みが報われた瞬間でした。1着、前田翔太2コース、2着、石渡哲平4コース、 三着、山口達也三コース、四着、平本正幸五コース、五着、磯部誠六コース、六着、長田来週一コース、三連単不霊額 27,、27,430円しかし、船剣ファンにとってもう一つの注目ポイントがありました。それは、ジャニーズ NG ・キー・エヌ・ジー・アンドプスの平野市用氏が船剣の世界に登場した瞬間でした。 ジャニーズキー、NG ・ n g o p スの平野市用紙は、船券予想の世界でも話題になり、その結果は船券の世界に驚きと感動をもたらしました。彼と、章、つながりの安川智章選手が絡むレースで、超高配当の516.8倍という驚異的な払い戻額を獲得しました。1着、長田来週6コース、2着、船岡陽一郎1コース、 三着、アンカワウチマサル2コース、3連単普通例額、5万1680円。そして、最終日には満剣おげ。